はい、今日はちゃちゃっと作りたいと思います。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、昨日ねようやく完成いたしました。ちょっと思ってたよりも時間がかかったなというのが正直な感想です。で、時間がかかってそしてかなりボリューミーなものになってしまいました。まあシンプルな服にねボーンとこうアクセントとしてドドンとつける分にはいいかなという感じでございます。で、本日は残りねこの3つ違う模様、こちらとは違う編み方をちょっとだけ変えて編んだものなんですけれど、これを使って、ま、パッと見ね同じ糸使って同じようなビーズで編んでいるので似たようなものかなということで、これを使ってブレスレット、まあ、対になるようなブレスレットを作っていけたらなと思います。そうして、で同じね白で作るべきかどうか悩んだんですけど、ここにね差し色じゃないですけどちょっと黄色が入っているので、じゃあこの糸で作ろうかなということで黄色い糸で作っていこうかなと思います。まあブレスレットなんでね、こちらよりも長くは作る必要もなく、でもっとシンプルに作ろうと思うので今日中に完成するんじゃないかなと思っております。で、留め具なんですけれども、この穴の大きなビーズの透明のやつですね、クリアな色はクリアってやつですね、透明なビーズがありましたので、これを留め具のものにしたいなと思います。ビーズに細編みをしてここからスタートしていきたいと思います。まずどうしようかな、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10目ぐらい鎖編み10目しますか。で、このネックレス編んだ時ってこう金具のところから切って、で途中で戻っていって、でまた戻っていってってやったんですけど、今回はもうさらっとね、もうこっからスタートしてガーッとつなげて編んで終了っていう風にしたいかなと思っております。うん、でこっからちょっとだけ3目4目編んで、はい、1目目に長編みを2つかな、でちょっと全体的に長編み3目出てる感じにしたいかな。でまた1,2,3目編んでくるっと回しまして、またここに長編みを2つ、まあ、短めのベルトって感じですね。でまたくるっと回して、で長編みを2つ、このぐらいでいいかな。あんまりね長く作れないと思うんで、まあ、このちょっと扇形になるとは思うんですが、3つぐらいできたところで、はい、つなげていきましょうと。で、どうやってつなげようかなと思ってたんですが、ここかな、この鎖4目と、まあ、編み方としてね、ここ、はい、長編みを玉編みしてて、で、こっから鎖5目編んで、こっちに細編みってしてるんですけど、この細編みですね、この細編みを拾おうかなと思います。この細編み拾って 1,2,3目編んで、このてっぺんですね、てっぺん拾って細編み 1,2,3 編んで、この鎖編みじゃなくてここの細編みですね、細編みのところを取って1,2,3目編んで、てっぺんに細編み 1,2,3 編んで、はい、ここの下の細編みのところに細編みと、ちょうどこのモチーフの半分ですね、半分をつなげたら次のモチーフに行こうかなと思います。なんか半分だけでもかっこいい気がするんですよね。ぐるっと編んだ方がいいのかな。で、またこっちの頂点に、今度頂点にするか、
はい、細編みして1、2、3目編んで、はい、また細編み、3目編んでは細編みでモチーフとつなげていこうかなと思います。そうですね、このちょうど上の 3枚の花びらだけ拾うのもいいかな。でまた次すぐ、はい、てっぺんに細編みします。で1、2、3目編んで、はい、細編みして1、2、3目編んでてっぺんに細編み。これで全部つながったかな。うん、このぐらいさらっとしてた方がいいかな。ちょっとね悩めるところなんですが、ここからか、1、2、3、4つ編んで、長々編みしようかな。長々編みをして穴を作りまして、でこの足を、ね、長々編みの足を拾って細編みを4つかな、4つしていきましょう。そしたら穴になるのでここが入ると。これでもういい気がするけど、一応ぐるっと回ってみますか。ぐるっと、じゃあまた戻っていきましょう。はいはい、でまた同じところに細編みしまして、1、2、3で、はい、細編み、ちょっとぐるっと回ってきますか。1、2、3で今度はてっぺんで、ここまで来ましたら、このね、まあ同じところでもいいんですけど、この間モチーフとモチーフの間作って細編みしちゃってもいいかなと思います。で次は鎖編み3目して次下で、うい、1、2、3、鎖3目して今度上、1、2、3で今度下って形でやっていけたらなと。まあ、鎖3目じゃなくても4目ぐらい余裕があってもいいかもしれないですね。うん、はい、最後鎖編み1、2、3目編んで根元に細編みします。でこっからね、どうしようかなって悩んだんですけれど、この長編みのね、足、端っこの長編みの足拾って細編みを3つかな、2つかな、3つ編んで、で最後このここ1個だけですね、1つだけ編んで終了にしようかなと思います。これでどうだろう。先に糸始末しましょう。糸がねすごい絡まりすぎてて、わけわからん、わけわかめになっております。でここから糸始末は終わりました。もうちょっとねピシッとアイロンかけたりなんだりしたい気もしますけど、まあ、こっからはい付けます。でもう結構ね長さ的に大きいんですよ。このモチーフ3枚だとちょい足りないぐらいなんですけど、こうやって縁を覆って留め具部分とか作るとちょっと長めになるので、このまんまキュキュッとこう手がね抜けないようにするためには、このままキュキュッと絞って、今最後根元のとこによいしょ穴開けたので、そこに通せばこう二重ですね、こっち通してから根元にまたキュッと通せばもう大きさ的には外れないものになるんじゃないかなという、そういうそういう考えのもと作ってみました。よし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 よ。だからはい、まとめ本日のまとめですね。はい、でまず、まあ、ビーズに糸つけます。でこっから、まあ、ここ10目、本当は10目なくてもね、なかったらここが短ければ短いだけビシッとできたかもしれないですけど、まあ10目ぐらい編みました今。でここから1、2、3、4目編んで、この3、1目目ですね、ここに長編み2目で、ここからまた1、2、3って感じでくるっと回して、ここに長編み2目っていうのを3つかな、3つ作ったのかな。
くるっと回して、あ、違う、うーん、そのいいね、長編みに見えるで、ここからこのモチーフの方に入っていくんですけれど、まずここの頂点に細編みして、あ、違う、どこだ、どっから始めた、こっからか、ここちょうどここですね、ここ、このお花の、お花と花びらの谷のところに細編みかけまして、ここから 1,2,3 って編んで、てっぺんに細編み、 1,2,3 で谷に細編み、 1,2,3 でてっぺんに細編みで、谷とは言ってもこの長編み5目のね、でここの鎖編み4目を拾っている、拾って編んだ細編みを拾ってるっていう、まあ微妙な、どこでもいいと思うんですけどね、ここが一番しっくりくるかなーでやっただけなので、で、はい、てっぺんまで、ここでちょうど花びら 3つ分ですね、3つ分編みました。編んだらすぐ隣のところに細編みして、またこっちも同じようにくるっと3枚分編んでいきます。で、これを結局、ずっと片側ね、上ぐーっとぐーっと編んでいって、で、ここで 1,2,3 4つ編んで長々編みをしまして、ここに 1,2,3 4つ細編みを編みます。で、同じところにもう一回細編みをかけて 1,2,3 で、今度こっちをぐるーっと編んでいきます。で、編んでる時にモチーフとモチーフの間、ここを拾って細編みにかけます。で、またぐるーっと編んできて、ここまで来たら、ここですね、この端っこの長編みのところだけ細編みを3つ編んで終了というふうにやっております。はい、まあちょっとボヘミアンチックなアクセサリーね、今週ずっと後半はずっとこれにかかりっきりって感じでやっておりました。まあ綿のコットンの糸だからね、こうちょっとさらっとさっぱりいく感ですが、また色遊びもやったら楽しいんじゃない、もっと赤、なんて言うんでしょう、ビタミンカラーみたいな、ピンとピンクと黄緑とか、なんか元気な感じで作ってもいいかなと思います。じゃあ今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。また来週ね、また来週また楽しく、また違うことよく言われます、なんでそんなに出てくるのって言うんですか、出てくるんですね、何しようかな、ただしすごく綿密な計画は立てておらず、頭の中のイメージをどうしようかなを続けております。はい、それではまた来週、何か楽しく編んでいきましょう。じゃっ